どうも奈良こみのたかです。今回は大阪で大人気のラーメン屋が運営するあのお店に行きたいと思います。ちなみに大阪のお店はミシュランガイドにも掲載されているくらい有名なお店です。実は前々からライブ配信で視聴者さんからおすすめされていたお店、こみが行きたいってずっと前に言ってたから様子見てたけど行く気配がなかったので我慢できずに僕が行ってしまいました。現在は王子駅の南側周辺、お店の近くにもパーキングがございますが、別の場所にも用事があるので今回はこちらのパーキングに停めてます。それでは行ってみましょう。おっと、首都ラミエルの半分みたいなオブジェがある新王子駅の北側ロータリー、西友がありますね。そこから JR 王子駅方面に歩くとラーメンの看板が。今回お伺いしたのは奈良県北葛城郡王子町にある煮干し一直線さん。店舗前には金賞と書いたイーゼルにうまそうなラーメンが、大盛り無料とかめっちゃええやん。黄色い壁の店内でお客様も多くめっちゃ人気のお店でした。タカはカウンター席でいただきます。まず持ってきていただいたのはチャーシュー丼、あわあわとした謎のソースが、そしてブロックのレアチャーシュー、これはうまいやつ。この謎のあわあわをお箸で持ち上げると、うひょーい、レアチャーシューと絡まり合ってもう早く食べたい。そしてメインの特製煮干し一直線、大きなおネギとこのレアチャーシューの量が超お得。木のレンゲもシャレオツで、深い醤油ベースのスープはチャーシューの油とマッチしてめっちゃうまそう。麺は中太麺でつるっとした見た目、絶対にうまいやつやん。そして見てください、この背脂たっぷりのレアチャーシュー。感想は後ほどお伝えいたします。奈良こみ。はい、てなわけで煮干し一直線さんの方でラーメン食べてきたんですけども、うまかったですね。きたーということで、今何が来たかっていうことなんですけども、ラーメンって人それぞれ好みあると思うんですけどね、僕の好みにドンピシャのラーメンでした。最高でした。僕はね、特製煮干し一直線とレアチャーシュー丼を食べました。まずね、このラーメンの方なんですけども、スープがね、醤油ベースのスープになってるんですけども、すごいね、口当たりからね、もう優しくふわーっとあっさりいただける、めちゃくちゃ食べやすいスープでした。とは言ってもすごいあっさりだけじゃなくて、ちょっと背脂が効いてたりとか、食べ応えもあってすごく美味しかったです。麺の方なんですけど、おそらくね中太麺かなだと思うんですけども、すごいねつるっとした麺で、麺を噛むとねもちもちっとした感じがしてね、すごくね噛み応えもあってめちゃくちゃ美味しかったですね。でまたチャーシューなんですけども、3枚レアチャーシュー入ってるんですが、このチャーシューがね絶品で、結構分厚さがあって脂身もあって、このラーメンを全てトータルのバランスをすごく整えてくれてるチャーシューやなと思いましたね。めちゃくちゃうまかったです。でネギもね太めにね切ってくれたね、青ネギとかと玉ねぎがねすごい相まってね、これもまたね食感もシャキシャキしながら美味しかったですね。でまた僕もう一つサイドメニュー頼んだレアチャーシュー丼なんですけども、謎のねふわっとしたとろっとしたねソースがかかってて、あれが何なのかっていうのはちょっとわからないんですけども、すごくふわふわした感じがあってめちゃくちゃ美味しかったです。で何よりね、チャーシュー一つ一つが角切りのブロック型みたいな感じでね切ってもらってて、すごい量入ってるんですよ。なんか丼とか最後ご飯だけ食べなあかんっていうのもたまにあると思うんですけど、もう逆に今回チャーシューが余ってチャーシューだけ食べなあかんぐらいチャーシュー入ってるんで、すごい食べ応えあって最高でした。他にもね、特製混ぜ煮ジャンキーっていうね混ぜそばみたいなねものがあったりとか、あとね人気の唐揚げがあったりとかね、すごくねいろんなものがあってトッピング等もできるんで、また何回も足運びたくなるラーメン屋さんやなと思いました。今回ねやっぱ人気のお店ということもあってね、結構混み合ってたりもした関係で、食べてるシーンとかは撮れなかったんですけども、店内はカウンター席と座敷のねテーブルがありまして、家族で来られてる方もいらっしゃいましたし、一人で来られてる方もいらっしゃいました。駐車場はないんですけども、店舗をね通り越えてもらうとパーキングが2つございます。一通になってるんで対向車が来ることはないんですけども、結構歩行者がね駅前ということもあってね多いんで、その点だけ気をつけて運転してもらえたらなと思います。ぜひ皆さんもねお伺いしてもらえたらなと思います。今回こんな感じで終わりたいなと思います。こちらの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あと Twitter、インスタ、グッズ販売等も行っておりますので、概要欄の方確認お願いいたします。本日のたかの一言、たかもラーメン屋に一直線。次回の動画でお会いしましょう。バイ。